塚本教授です。 Nループバイク通勤をですね始めて2ヶ月ぐらい経ちまして、走行距離ですね、航続距離400キロぐらいというところなんですけれども、まあね、まだね、充電バッテリーを充電器で充電はしてません。まあ、最初からね結構残量少ない状態でずっと使い出して、今もバッテリー残量はあんま変わってないということですね。はい、で今回は NLF バイク、この SPL シリーズですけど、私がどういう使い方をしているかということをねちょっと細かく話してみたいと思います。はい、まあ、まず NLF バイクの SPL シリーズは、エコ充電モードが売りなんですけど、あともう一つね、個人的には結構使ってる機能、パワーリザーバー機能っていうのがあります。で、バッテリー残量が少なくなって残り1アンペアアワー分を残した状態で一旦電源が切れるという機能です。で今はね、赤点滅してます。これね今アシストはしないんですよ。今アシストはしない状況でバッテリー残量少ない状況です。だけどこれまあ残り1アンペア分残してバッテリーをセーブしている状態なんですけど、なんで残量はね1アンペアは以下なんですけど、この状態で電源ボタンを長押しすると、アシスト走行がまだできるということですね。で、まあ、この状態、まあ、要はバッテリー残量がすごい少ない状態で、まあ、走ってます。なんで少ない状態で走るかというと、まあ、パワーリザーバー機能を開放しない状態で走ると、要はアシストオフモードみたいな感じなんですね。でこの状態でアシストが欲しかったら電源ボタンを長押しするとさっきみたいにパワーリザーバーを開放してアシスト走行にできるということです。なんで、普段はまあアシストはあんま使わないで私の場合走るんで、なんで、まあ、特に行きね、行きはほぼほぼこの状態で走ってますね。これで走ると、まあ、普通の自転車です。でブレーキをかけた時だけ回生するということですね。このパワーリザーバーを開放しないで、残り1アンペアは以下のバッテリー残量になって、通常だとアシスト走行できない、1回電源入れただけだとアシスト走行できないっていう場合、この場合ですと、まあ、普通の、ね、自転車で、回生ブレーキは使えるアシストなしモードというか、まあ、ブリヂストンのデュアルドライブ車のアシストオフモードと同じようなモードなわけですね。でここから電源ボタンを長押しすると、まあ、さっきみたいにアシスト走行になると。でちなみにこの状態でエコ充電モードにすると、これねブレーキをカット握ると2秒間ぐらいは回生走行なんだけど、その後ねすぐ回生走行なくなります。なんで、まあ、この状態では要は、パワーリザーバー開放しない状態では、電源ボタン長押しをしない状態ではエコ充電モードもあんまりちゃんと作動しないというか、あんまり積極的な回生走行はできないんですね。ブレーキを握った時以外は あんまり回生されないということになります。まあ、厳密に言うとブレーキを握って2秒間ぐらいは回生するんだけど、それ以上は回生しないということですね。じゃあ積極的に回生走行したい場合はどうするかというと、パワーリザーバーを開放すると、パワーリザーバーを開放して、でこれでアシスト走行になるんだけど、ブレーキ1回握ると回生走行になるんでね。この状態でパワーリザーバーを開放すれば、ずっとね、まあ、アシスト走行ももちろんできるけど、充電走行も続けることができるということで、帰りは、まあ、結構体力に余裕があるっていうか、まあ、帰りはあんまりね時間に追われてないんで、行きはね結構時間ギリギリなんですけど、なんで行きは基本的にアシストオフモード出します。 でちょっとね上り坂若干あるんで、まあ、基本平地なんだけどね、その上り坂でアシストを使いたいときはとか、あと向かい風のときとかは、パワーリザーバー開放してアシストモード出してる、まあ、要はこの状態ですね。今ペダル強く踏みましたけど、これでアシスト走行になるってっていうことなんですけど、基本的には行きは、バッテリーを使わないで走る、ところどころちょっとバッテリー使って走るという感じですね。で帰りは、このエコ充電モード、パワーリザーバーを開放してエコ充電モードで、走って、バッテリーをちょっと充電しながら帰るということが多いです。まあ、帰りはね無風だったり若干やっぱり若干そうですね、追い風だったりすることが多いので、まあ、追い風、まあ、無風なのかな、とにかく帰りは結構涼しくてね、この季節でも全然エコ充電モードが使えるなというふうに思います。ただねやっぱ行きはねこの季節は暑いんで充電走行なんてしていられないですね。
まあ、涼しくなったり冬になってきたら、せかさか充電走行行きもね、して、行くかなっていうところですけど、うん、あとまあ急ぎすぎてもね、時速24キロ以上出ても回生走行できなくなるんで、まあ、その辺はね、負荷をこういろいろ調整しながら走るんですけど、まあ、基本的には行きは時間に追われてるんで充電なんかしないで走ります、うん、だちょっとだけ空き地として、そうですね、まあ、電力需給としては若干、放電する、まあ、電気を使って走る行きはね、で帰りは、充電走行メインで走るという感じ で時々行きでちょっと追いか、あの向かい風の日とかはがっつりアシストを使って走るんで、その分1日追い風でね、まあ、アシスト走行メインで走ると そこで使った電力を取り返すのに、まあ、3日分ぐらいのね、帰り道のエコ充電モードの走行が必要かなという感じですけど、そんなにね毎日毎日向かい風であるわけじゃないんで、まあ大体電力需要と供給が、まあいい感じで、結局まあ400キロぐらい無充電で、まあ、2ヶ月間、全くバッテリー家に持ち帰って充電器で充電しないで運用できているという感じですね。はい、まあ、それが私のねこのエネループバイク SPL シリーズの使い方です。うん、まあ、ただねぶっちゃけこういう平地主体のコースだと、別にアシスト自転車じゃなくていいとは思います。うん、スポーツバイクとか前傾姿勢の自転車であれば空気抵抗も少ないですし、まあ、向かい風でもね、そこそこ速く走れると思うんで、うん、だから、まあ、ちょっともったいない使い方かなっていうのは思ってはいますけどね。ただねやっぱバッテリー残量をずっと低めのね残量で保つっていうのはやっぱリチウムバッテリーのね長持ちにつながるんで、特に夏はねバッテリー劣化しやすいんですけど、特にこれそう、夏バッテリー劣化しやすいからバッテリーを外して管理しろっていうのはよく言われることなんですけど、バッテリーは空に近かったら高温下でも劣化しにくいですので、まあ極端な話ほぼほぼ放電状態ね、まあ、完全に放電状態を続けると新放電して、それはそれでバッテリーにとっては、まあ、それはバッテリーにとって良くないっていうか、バッテリーのね、使えなくなるのでそれは注意しないといけないんですけど、でも、まあ、完全放電にならないけど結構バッテリー少ない状態で保存するっていうのが、まあ、保存すると、まあ、高温下であってもバッテリーの劣化をほとんどしないっていうのがあるんで、うん、なんで、まあまあね、これバッテリー残量は 20% 以下ぐらいですけど、まあ、それで、うん、まあ、20% 以下かな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、まあでもバッテリー残量少ない状態で、ずっと維持するっていうのは、まあ、リチウムイオン電池にとっては非常にいいのかな、特に夏はいいよねっていう話 で、うん、でまあ、長持ちはするような使い方になってるかなというふうに思います。はい、であとね、エネループバイク SPL シリーズね、これはね、まあ、私の使い方が結構変わってると思うんですけど、こぎながらね、ペダルこいでる状態で電源を入れても、ちゃんとね、反応するのがいいですね。ビビチャージとかだったら、ペダルこいでる途中に、電源を入れるとエラーになるんですよ。だけど、この自転車はちょっと一回、電源をね、切りますね。切って、はい、今、ペダルこいでます。でちゃんとね電源入りますよね、うん、これがねエネループバイクの設計思想のいいところですね。余計なフェールセーフがない。ただしちゃんとエネループバイクも止まってる状態でペダルを力入れた状態で電源入れるとエラーになるんですね。だけど走行中だったらエラーにならないっていうね、でこれは結構ね実態に合ってるっていうか使い方、うん、だって止まった状態から確かにね止まってる状態で要はトルクセンサーがオンになってたらその状態で電源入れて暴走すると危ないですけど、走行中にね走行中に電源入れて今アシストが欲しいっていう場合もあると思うんで、うん、だそういう状態では別に走行中はねペダルを漕いでる状態で電源入れてもアシストがすぐ反応してくれて問題ないと思うんで、その辺のなんか余計なフェールセーフがね、ビビチャージにもあるんだけど、要は過剰なフェールセーフっていうか、まあ、過剰な安全機能みたいなのがあるんだけど、エネループバイクはそれがなくて、実態に即していると、まあ、確かに止まった状態からは危ないからフェールセーフ働くけど、走行中からだと、まあ、そんなにね、というかむしろそういうふうに直ちにアシストを使いたいって場合もあるから、まあ、実態に合った優秀な制御だなというふうに、まあ、とにかくこのエネループバイク SPL シリーズの、ね、制御ソフトは素晴らしいなっていう何回も言ってますけど、まあ、それを最近ね、思うところでもあります。はい。
ということでね、今回は NLF バイク SPL シリーズ、私の使い方ということでお話しさせていただきました。今ちょうど400.8キロですね、デリ充電しないで走ってます。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。